僕がちょうど、まあ、メジャー契約でビクターにいたんですけど、そんなに売れたりもせず、さあどうするみたいな時で、ラップがレコーディングできるから行きましょうって言ってメテオに誘われて、でその時にメテオが連れてきたのがロイ で3人で八王子まで行って、そしたらなんかパソコンがあるとラップが家でも撮れるっていうのがそれ分かって、パソコンとレコーディングソフトのキューベースっていうのを買って、でうちにそれをもう着いた瞬間からメテオとかロイが入り浸るようになって、でメテオとかがいろんなラッパーをそういうことを連れてきて、今度こういうやつ連れてきましたとか、こいつ面白いラップしますっていうの連れてくるのを、うちに連れてきたらそいつのラップを取るみたいなのをやっていくうちに結構曲が溜まって、で最初は CDR に焼いてライブ会場で売るみたいなことをやってたんですけど、まあちゃんと売れるんじゃないのこれっていう。2000年代初頭、ダースレイダーらが中心となり、日本のシーンで異端ともいえる活動を繰り広げていたインディーズヒップホップレーベル、ダメレコーズ、通称ダメレコ。ケンザ390やタローソウル、フィメールラッパーのコマチなど実力派ラッパーを続々と輩出。そんな彼らが今年10月突如新作 EP を発表。同窓会になっちゃうからどう見てもね。でも同窓会だったら同窓会でパーティーに帰ってくるっていうか、同窓会のパーティーだから、まあ同窓会を想像すると、まあ宴が進んでいくと、みんなそういうのこんなことあったんだよねとか、まあ、そういった話とかをしていったり、あの時こんなことあったよねみたいな話をしたりっていう構図があって、でその後、まあそれぞれまた自分の今の人生に帰っていくっていう、そういったストーリー。総勢15名のメンバーが参加したリターンオブザパーティー。狂ったようにラップするいつもぶちかま、それが俺ら変わらない DMR。 久しぶり元気、こっちとら年季なんて全然入らずに、いまだにフレッシュ。限界ならないその先へ、測りやしない普通のもの指して、マイクチェック1、2、俺のラップ再現不可能。山嵐フロー相当やべえやつの登場、やってたネオジオとかバキツコ KO、 読売ランドの方まで吹っ飛ばして KO。 ワタさんのビートはお前らには絶対に、ワタさん、これが DMR リパリパ、ダメレコオールスターズリパリパ2021リパリパ、リターンオブザパーティー。ターンテーブル針を落とせ、時を超え走る DMR、 エビバーリー生きてるか。なんかクスっていう、何言ってんの、ウケるみたいな、なんかファニーな感じっていうのがすごいダメレコの時の良さだったと思ってて、あのやっぱ普通にカッコつけてリリック書いてたら絶対寿司ネタは出てこないじゃないですか。でもなんかみんなでこう楽しくサイファーしながらやってるラップって、そういうことがどんどん出てくるから、このコロナ禍で、まあ、全員集まってレコーディングもできるわけじゃないし、だけどまあいつか全員揃ってライブできたらいいなっていう気持ちを込めてそういうリリックにはしましたけど、まあ、結局、まあ、メテオですよね。ワタさんのビートは絶対お前らにワタさんじゃないか、あの振り切り方は。もうでもやっぱメテオがやってる時ってもう普通のレコーディングじゃありえないぐらいバカウケなんですね。こんなことってやっぱ僕もずっとやってきたけど、やっぱダメレコの現場しかないの。レコーディングの思い出をテーマにしたというキッチンスタジオ。繰り返す日々、振り返る意味、踏み込んだリリック、次から次湧き出す言葉、捉えて離さず吐き出すことさ、水と電気弾ける大気、冷蔵庫の前の MIC。 Just give it a microphone, it's my turn, it's my world。
ところでずっと録音してたから、まあ、その時の雰囲気っていうのをみんなが、あの時こんなことやってたよねって話で、流れていく景色いつもの定位置、当時のツアーに向かう道中の光景を描いたカーブート、定員オーバー、トランク乗りカーブで全身強打、渋谷のファミリーから始発にジョイン、どこ列車思ってたよりも遅い、日本中どこでもラップできればゴー、ただ夢中変わらない前ルーツ、 Drive, drive, we gonna ride ライブからライブに乗り継ぎスタイル、時にルーでも大概ハイ、その通りがダメなライブ、ツアーで全国ぎゅうぎゅうになりながらあちこち行ったよねって話をして、僕は運転することが多かったから、じゃあ僕はこれサビをガイド役みたいなサビ歌ってみんな乗っかっていくっていう感じにしようよみたいな。メンバーにとってダースレーダーの存在は絶対後先考えてないんですよ。いい意味で後先考えないからできてて、1000円でやったら絶対儲かんないし、なんか今から最もらしい理由はつけられると思うんですよ。うまくいったからそこから何人もプレイヤー発掘したし、1000円でやったらいいとこ見えて、当時は多分もっと純粋で俺らの曲をたくさんの人に聴いてほしいとか、レコーディングできるようになったからとりあえず技術の前にとりあえず人を集めてとにかくやろうみたいな、こう見切り発車も含め先考えずに今面白いと思ったことをとにかくやりまくるみたいな、要は型にはめようとしてくるものばっかりじゃないですか、社会って。やっぱりこれだよとか、こうしよう、こうしろよ、そういうのからあぶれちゃった、もういやそうじゃなくてこうしたいんだよっていう人たちがすごい集まって、それをダンスさんは一個も否定せずに、おおそれ面白いじゃん、そうやろうって、あの感覚がすごく心地よかったのかなっていう、不良から成り上がってみたいな物語がすごいメインストリームな感じもするし、その中で例えば何不自由なく暮らして大学も出てみたいな人たちのがヒップホップをやる理由みたいなのって、どうしてもそういう人たちに比べたら弱く感じちゃうところもあると思うんです。どんなやつだってヒップホップやっていいし、どんなやつらでも表現の仕方があるし、それ自体がヒップホップだみたいな、のも体現してる存在だったと思うし、そういう人たちの駆け込み寺だったと思うんで、今を色濃く感じさせるダース・レーダーのソロでの表現、Keep your head up。 あと5年と言われて4年は生きてやったぜ、余命5年の4分の1まで来てやったぜ、一人一人の成果、一日一日の生き方がそのまま生き様死に様につながってっから、パワーもらってきた言葉にいちいちパワーを詰めた、充実してるぜ、 5 years that's all I got。人にはそういった最後を迎える時って必ずこれはもう人間誰しもがあって、でもあんまりそういうこと考えずにいないっていう、でもその話を言われた時に、あ、そのことを考えながら生きようっていうふうに僕は思って、明日突然事故が起こったり、あるいは自然災害が起こったりっていうことも含めて、人間みんなそういった生き方を本来はしているのに、そのことを考えないようにしたり忘れてたりする、だからむしろそれを思い出して考えながら、今死んでないってことは生きてるっていうことは、その時間をマックスでどう生きるかっていう、基本的にはすごくポジティブに、その分充実して今いるっていうことは、やれることやれるんだからやっちゃおうぜ、まあダメ猫の再結成とかも含めて、そういうやってきたものを常に応答する準備が生きてる間はできてるっていう。ダメ猫メンバーの今後にフォーカスした DMR のショー、結果ってやつもフォローミーナー、常に自らにキャスピジョレゴレのジェネロぶっかましてコーリーユニオンダメリコ、次のレクシコミも十分、明日梅雨明け水張るビニールプール、あのわがままラッパー花火もパパに、今は笑いながら二足のわらじママに、連絡溜まった洗濯掃除料理強くなったメンタル、帰っていく場所っていうのはそれぞれあって、今まではまあダメ猫っていう場所にみんな集まってやってたけど、それがまあ15年とか経って自分たちの人生がそれぞれになって、今の自分たちがやるべきこと、それは表現活動でも、まあ、仕事でも学びでもいろいろあると思うんですけども、ね、まあ、そういったものに向かっていくエネルギーっていうのが、15年前に自分たちが放ったエネルギーっていうのが15年後の自分たちを後押ししてくれて、それぞれの生活に帰ってくる。集まったらどうなる、ごちそうを頬張る、ダメって言われてんだろダメ、トム・ブラウンより早いぜこれが天下のダメ、待てって言ったマミディがラビ
アメルコを作った当時の自分たちのような若い世代へのメッセージ。今なんかこう何をしていいか分かんないとかっていうのは、自分が楽しいと思ったこととか、エネルギーを吐き出すっていうことをとにかくやれば、長いこと生きてれば必ず帰ってくるから。それは今回僕らも15年前にこういうこの辺りでもうラップしまくってたっていうエネルギーが当時は何だか分かんなかったし、別に目標を立ててそれに向けてっていうことではなくて、集まってとにかく楽しくやってたことがやっぱ15年経ってまた帰ってきて新しい作品を生み出すっていう、僕はすごいこのこと自体を若い子とかはある種勇気として、ああなんかこういう人たちでもやってると楽しいことあるんだなみたいな、今やってることっていうのをとにかく楽しんでほしいなと思います。